きチャンネル。じゃあ、こんにちは。ということで、はい、やります。じゃーん。宝くじ。これはね、当たってるのか。ちなみに僕、はい、個人で9000円分買ったんですよ、はい、それは6等の下二桁が当たってて、はい、あ、11、はい、が当たってて3000円と、はい、で300円は絶対当たるんで、はい、3900円当たりました。あ、じゃあ9000円買って3900円だから、まあ、半分ちょっと少ないですね。そうですね、5100円マイナスですけど、うん、まあいい夢見れました。あ、そうですね、このワクワクを買ってるわけですからね。で、 でもこの中に10億円があるかもかもです。はい、そうですね。ねえ、10億円ですよ。まず1等から7等、はい、あとラッキーと、はい、まず下2桁をとりあえず調べます。そうですね、はい、当たってるかどうか。とりあえずそれだけバーッて抜いていきましょう。はい、はい、じゃあこれは浜田さん、これ、はい、なんか私多いな。はい、いや、まあ、それはもう終わったら帰るじゃないですか。どんどんやっていくじゃないですか。はい、さあ、ここから長い道になりますからね、ついていきますよ。多分早送りになるかもわかんないですけど、そうです、ね、当たった瞬間、止まるかわかんないです。とりあえずは下2桁から述べていきましょう。はい、はい、下2桁難しいなあ。れ、でもあれですよね、一番下のが下1桁ですよね。はい、7ね。7、はいはい、25678090941。お、41。3等チャンスありました。55 26 97 68 68。お、3等チャンス。39 71 71。2等チャンス。2等チャンス。42。これなんか見逃してそうだと怖いですよね。2等チャンスあるんですよ。お、3等チャンス。41 64 93。1等チャンス。1等チャンスだ。お、22。1等チャンスあんだ。チャンスがあるだけで、そう、ちょっとでもあるだけで、下をかけた93の1等チャンスですから、ドキドキしますね。お、これ5等チャンス。93、1等チャンス。結構ありますね。1等チャンス。バラの方がチャンス多い。なんかありますね。まあでも前後賞がないですからね、5等バラの場合は。そうですね、だからまあ10万円分買ってるんで、1万円は絶対返ってくる。1割は。そうか、そうか、はい、参加賞で自分で1万か。いや、最低ですよ、最低ね。そうですね、うん、これでも当たったら豊さんとかにはあげないんですよね。あ、まあ、じゃあ里崎チャンネル内でっていうのをあげるっていう感じですね。あと視聴者の皆さん、はい、だから、まあ、豊さんにはあげないんですよ。なんか意地悪なこと考えたりして悪い。いや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 、本当ね。いつもお世話になってましたよね。はい。三等チャンス。まあ食事会ぐらいしましょうかね。あ、いいですね。いいですね。ちょっと高級なもの食べに行きましょうよ。そうですね。みんなで。あれで、あれでいいんですか。お好み焼きとご飯でいいんですか。いやだ。お好み焼きとご飯。いやだ。なんですか。お好み焼きとご飯行きましょう。ザギンでシースじゃないですか。ザギンでお好みでいいです。ご飯ないですよ、ザギンだとついてないですよ、きっと。いや、それはあるとこ行くんですよ。あるとこ、あるかな。お好み焼きとご飯でしょ。ご飯も食べない。結構でも賛同してくれる人多かったですよ。あ、いました ね、 ね、やっぱ関西の方はそうなんですかね。いやいや、全国共通ですよ。そうですか。静岡だけじゃないですか。いや、大体おでんでご飯の方が食べれないですからね。え、そうですか。おでんでご飯って何がおかずなんですか、逆に。おでんとご飯は一緒に食べますよね。食べないっす。晩ご飯で仮におでんしか出てこなかったら、はい、はって思いますよ。でも私年末、うちもうおっきい鍋に静岡おでんでした。それだったら、はい、ご飯食べるように刺身とかいくっす。あ、米食べるように。おでんだけライス、はって思います。でも私はもう今年は
あのご飯とおでんの日もあるんですけど、うん、今年はご飯なくてもうおでんの主食でした。あ、それはいいですね。いいですか。はい、でもご飯で、あ、おでんでご飯は食べれないです。食べられる、はい、食べられる。いやでもじゃあおでん、じゃおでん定食あります。おでん定食って言って、まあ、おでんはちょっと定食っていう概念じゃないんですよ。でしょ。でもちょっと手が止まるはい、はい、ということは、じゃあまず下一桁はもうこれでおしまいということですね。はい、はい、これ絶対当たったっすね。そうですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、私30、300円30っす。だから9000円。とりあえず9000円確保。まあ、あのこの外れたやつもね、万が一当たってる可能性あるんで調べてもらいます。はい、そうですね見逃しがある、はい、そしたらじゃあ下2桁も確定ですよね。はい、下2桁僕1個です、11を6と11、私2枚、だから3枚だから3000円。うん、9000円です。これ1個3000円なの。あ、3000なので9000円。はい、あと次じゃあこのラッキーチャンスの、はい、61枚。はい、これ多分2万円のはずなんですよ。多分ラッキー、え、ラッキーチャンスこれ、え、60だけでですか。下2桁出てるんですか。いや、違うかったです。あ、違いました。あ、下4桁でした。まだまだじゃないですか。ちょっと待ってください。ラッキーチャンス違いますよ。何ですか。下4桁が、はい、3番目が9です。8でした。あ残念。じゃあ5等いきます。5等、はい、5等は下2桁14と28。あ、私28、あ、3枚だ、3枚、はいはい、14の上が、下3桁が、はいはい、当たったら5等、はい、1万円214、あとー、うわーどうですか、ほんとだ、1万円です。え、ってことは5等が1枚。あ、俺014だった。あとね、28がね、はい、728、928だったー。あー、惜しい。まあでもね、まあ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 、はい、ありましたね。じゃあ今28000円、5等が1万かける1ですよね、はい、28000円。お、いい調子ですね、うん、はい、続いて4等、23、1枚、はい、23のその上が2です。223、923でした。023、423、623。厳しいですね。厳しい。じゃあこれいらないですか。はい、はい、次3等。はい、3等結構ありますよ。はい、3等の何でしたっけ。6832015741ですね。じゃあ001からいきましょうか。01、はい、はい、ありました。あります、1枚あります、はい、01のその上は8。うん、ダメだ。あ、俺901になってる。ダメだ。次、じゃあ次っす。うん、じゃあ次41いきます。はい、41のその上は4441。ない。何、241141、3411141。あー、ない。じゃあ次、はい、68、はい、68のその上は5568、368、次なんですか、57ですか。57です。57の上が0、ジーン8と1です。まあまあまあ狙うのはそこじゃないんで、まあまあ、まあまあ狙うのは10億円なんで、はいはいはい、よし、次2等結構あるんですからね。いや、私もありますよ、3枚ある。じゃあ赤間さんこれ全部、はい、え、2等めっちゃありますね。めっちゃあるんでしょ。え、すごい。じゃあ70からいきましょうか。そうか、70番台でしたもんね、全部。 はい、70大丈夫です、はい、70のその上は0。なー070ないですか。ないです。470と370です。じゃあ次71、はい、71のちょっと待ってくださいね、はい、71は2枚。71のその上が7、はい、下2桁だけです。う
もう下北沢おーとか行かないですね。行かないですね。難しいな。でも次75です。754もあるんで、はい、確率高いですよ、はい、75のその上が、はい、9。あったー、おーあったー。1個ね、まだこっからですからね。ドキドキ。これだって組と番号当てなきゃいけないからね。そうですね。じゃあ975当たってるんですよね。975あります、はい。じゃあ975のその上は0。5だ。5だ。5975だった。うわー、ちょっと。え、159975ですか。105。あ、105。いや、狙いはそこじゃないんで。そうですね、狙いはこっちですね。はい、私でも1枚しか残ったです。1、2、3、4、5枚、6枚あるんですから。じゃあ1億円のチャンス、6枚。ってことは下3桁はいける可能性高いですね。まずは、まずは、まずは。じゃあいきますよ。はい、893のその上は、え、893ですか。うん、893。893、うん、お、2枚ある。えぇ、ー、違う、3枚、え、4枚ある。うわ、893、わーい、4枚も893がある。あるよ、7億円ありますよ。じゃあ893のその上ですよ。はい、じゃあいきますよ、はい、893のその上は3。あれー、来た。3893。おお、あるー。あと2つよ。え、下4桁行ったの初めてじゃないですか。行ったの。そうですね、やっぱ狙うはここなんで。そうですね、はい、3893のその上は5。0。え、本当0じゃないですかそれ。はい、153893、39組です。14組の103893でした。残念。こんなもんか。散りました。夢見た。夢見ましたね。いや、でも一等でちょっと下4桁行ったらちょっと期待しますね。そうですね。これが全部揃う人とかいるんですね。ドキドキですね。はい、いや、もうこれ毎晩、これどうします？今これが当たってたとしたらすぐ換金行きます？行きます。そうですよね、はい、めちゃくちゃ怖いですよね。まあ、でもバレないから怖くはないですよね。いや、でもなんかいきなり来る、なんかカバンからスルってこうなっちゃったりとか。いやいや、もうあのポケット入れてグーで握ってます。こうですよね。で、一番近いみずほ銀行行きますよ。結局28,000円。28,000円。はあ、まあまあ、じゃあ3割返ってきたっすね。そうですね、うん、3割、うん、はい、約3割、はい、ということで分けません。え、どうするんですかこの28,000円。次の企画に使います。そうしましょう、はい、28,000円で、はい、サマージャンボ行こう。前回のキーワードが、はい、雪地が10億人、はい、そうでしたね。浮かれてたもん、それ当たらんの。だからね、はい、今回のキーワードはね、あのこれ続けなきゃいけないから、はい、だから当たった時に全部のキーワードを覚えとかなきゃいけないから、はい、今回も当たんなかったけどキーワード言います。はい、はい、未来に続け、今日のキーワード、はい、次当てます、これです。皆さん、使うか使わないか分かんないですけど覚えておいてください。はい、次使うね、はい、次使うじゃん、何て言ったっけ、次使います、次当てる、次当てる、次当てる、もう忘れちゃったよ、次何でしたっけ。次当てます、はい、次当てます、じゃあ次当てますです、はい、はい。